皆さんは日常生活の中でアートに触れる場面はありますかここ10年を振り返ってもその機会はどんどん増えているような体感がありますではアートとは誰が何の目的で作るものなのか今日はこれをテーマにお話をさせていただきます僕はコネルというチームで30を超える職種のクリエイターと活動をしています普段は様々な企業から依頼を受けて ブランドを生み出したりもしくは未来のサービスを作るための研究開発を行っているんですが最近は仲間たちとアート作品を作って発表することが増えましたどんな作品かといいますとあり得るかもしれない未来を先取るそのような体験型の作品です実際に体験をしてくださった方々からよく質問を受けることがあるんですが どこの美大を卒業されたんですかというようなご質問ですねなんですが僕はもともと理工学部の出身ですそして大学を卒業した後はアメリカに本社を置くコンサルティングファームでものすごくロジカルなお仕事に取り組んでいましたそんな僕がなぜ今仲間たちとアートを作っているのか具体的にお伝えするために作品を一つ紹介させてください2022年の夏 東京に立ち上げた脳波買い取りセンターです。この機械が作品の中で実際に使っていた脳波の自動買い取り機です。ちょっと使ってみましょう、はい。このようにですね、中から脳波の計測器を取り出しまして、おでこにぴったりと装着します。そして100秒間の間、何か特定のことを考え続けてもらいます。 我々はその脳ウ,ウを1000円で買い取りますこのように100円玉が10枚出てくるというような取引になりますそして脳波データをですね我々が独自に開発をしたアルゴリズムによって絵画に変換をします100秒間試行していたことがそのまま絵画のタイトルになってそしてクラウド上に登録され 世界中どこからでも購入ができるようになります。ちなみにこの絵は僕がリンゴに関して100秒間考えていた時の脳波絵画になります。ポイントはですね、赤ん坊であろうが政治家であろうがどんな人からでも100秒間1000円という同じ価格で等しく買い取るということです。そしてタイトルと絵画の美しさを踏まえて僕たちの主観で 絵画の値段を決めていいるというとうころがポイントになります大体ですが5000円から2万円程度の幅で値段をつけていますこういった一連の活動を通して一つの作品として発表したのが脳波買取センターですでここでテーマに戻りますアートとは誰が何の目的で作るものなのか脳波買取センターの場合は僕たちがこう仲間と 会話している中で飛び出した妄想がきっかけでしたノウハウを売買する未来がやってくるんじゃないかとこういった妄想ですすごくあり得る未来だなというふうに直感でピンときたことをよく覚えていますで次の瞬間からですねこの妄想を試したくてそして未来の可能性を検証してみたくてしょうがなくなってしまいましたでこの妄想を検証するという手段はいろいろあって例えば論文を書いてみたり SF 小説に落とし込んでみたり映画で未来を表現するとということもでできたかももしれませんでも僕たちは実際にどんな人々が反応してくれるのか実際にこの目で見て確かめてみたかったという思いが強かったので脳波買取センターという未来の会社組織をイメージして空間を作り込みそしてお金というメディアを通じて人々と取引を行うこの検証方法を選びました。 結果10日間で1,000名を超える方々に来場いただき合計でで万円をを超えるるノウハウを買い取ることができました会場にはいろんな方がいらっしゃってノウハウを売って手に入れたお金で自分の絵画作品を買う方がいたり他の方の絵画作品を買う人がいたり自動販売機でジュースを買う人がいたり何も買わずにそのまんまお金を持って帰っていかれる方がいたり。 さまざまな光景が見られました最も多く来てくれた方は20回以上も列に並んでノウハウを売ってくれましたそして70歳を超えるおばあちゃんや小学生もノウハウを売ってくれました SNS では賛否がきっぱりと分かれて顔の見えない方々があれやこれやといろんなコメントを残してくれていました本当に蝉が鳴くような真夏の暑い日々でしたがわざわざ電車賃を払って 数時間も並んでノウハウを売ってくれる人たちがたくさんいましたそのほとんどが知り合いではなく初めてお会いする方々だったので人々はノウハウを売るということに大きな興味と期待を持っているんだなと実感することができましたさてここで再びテーマに立ち返りますがアートとは何でしょうかまず第一に自己表現であるということは間違いありませんでは良いアートとは何でしょうか 高い値段で売られる作品のことでしょうかそれとも美術館で取り扱われるような作品のことでしょうかはたまた SNS でバズる作品でしょうかどれも間違っていませんしどれもいいなと思いますでも僕たちがアートを作る目的は自らの妄想がどれぐらいありえる未来なのかを検証するために社会から反応を得ることです。 ノウハウを買い取るためには出費はありましたがこの作品は僕たちにとってとてもいいアートになりましたノウハウを売買する未来はあり得ると確信を得て目的を達成できたからですそしてこのアートの活動はさらに大きな副産物を生んでくれました新たたな仲間たちです。妄想に共感する企業の方やもしくは研究者の方々が海を越えてつながってくれています 例えばこっちの脳波計測器を使った方がいいんじゃないかとか、えー、脳波の企画、えー、絵画を NFT にしてメタバース上で販売してみないかとか未来のジュースの自販機ってもしかしたらお金でもなくカードでもなく脳波で購入できるようになるんじゃないかといろんなアイデアを頂い,いてます新たに生まれていくこのようなつながりを通して 未来を実現させるスピードがさらに早めていけるんじゃないかとワクワクしています。もし2022年に脳波買い取りセンターを実施していなければこういった専門的な話題がラボを飛び出してさらにオープンな形で議論されるようになるタイミングはもっと後になってしまっていたかもしれないと思うとアートを通じて 社会と対話ができきたとといいうことに大きな意義を感じていますでは最後にこのエピソードを通してお伝えしたいことを3つにまとめます1つ目誰でもアートを作ることができますアーティストが作る作品がアートなのではなく新しさを表現する人がアーティストです私はアーティストじゃないから私が作るものはアートじゃない というふうに自分を抑制する必要はありません。二つ目、経営者や新規事業の担当者など、未来を妄想する立場にいる人は、アートという手法を通じて体験を提供し、社会と対話することをお勧めします。企画書や論文では得られないような生々しい反応が得られるはずです。三つ目、アートは、えー、必ずしも 一人で作り上げる必要はありません。もしあなたが絵を描くのが苦手でも妄想を発信することによって知り合いのデザイナーが反応してくれたりもしくはインターネットを通してエンジニアとつながることができるかもしれません。あなたの妄想に共感してくれる人と共に作り上げることはとてもエキサイティングなことです。僕たちからのメッセージは以上です。